はいどうもコミです。さて本日はですね TH コンプリーターさんと関西クラクラクラブをこうまたいでねお届けしたいというふうに思うんですけども、テーマはですね、サムネイルにもあった通りこの四角形、まあ、正方形みたいな感じの村、こういったタイプの村の潰し方というのをね、テーマにやっていきたいと思います。まあ、合計で5本、アタック見てもらいたいというふうに思うんですけども、これがですね意外と攻めにくかったりするんですよね。星には取れるんだけど前回いかないっていうケースは結構、まあ、皆さん経験したことあるんじゃないかなというふうに思うんですけども、それをですねどうクリアしていくか、まあ、今回はね、それを見事にこう突破している、リプレイなんかを参考にしながら、そのね回というところを一緒に見ていきたいというふうに思います。さて、この相手クランにしてもなんかみんな同じプレイヤーなんですかね。すげえ名前被ってるなっていう気がするんですけど、なかなかね、タフなクラン対戦やってるクランだなっていう気がしますね。ちなみにどこのクランなんでしょうね、これね。これはベトナムか。すげえな。同じような名前がいっぱいだ。さて、ですね。見ていきましょう。まずはですね TH コンプリーターさんの、ね、リーダーリャゴグさんですね。攻める前にちょっと、おさらいだけしておきます。今日の、メインテーマっていうのは、こんな風にですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9 と、まあ、基本的にはこういう9つの区画に、村が分割されてその壁にこうね囲まれた区画がある、まあ、こんなようなねタイプの村の潰し方ということでご理解いただければというふうに思います。まあちょっとねこれに外れる村もまあ出てくるじゃ出てくるんですけども、基本的にはこういうタイプの村ということでね、見ていっていただければと思います。では早速いきましょう。まずはですね1本目2本目イエティですね。でこれが多分ですね一番、まあ、使い勝手が良いというか、ミスのない方法なのかなという気がします。なので、まあ、これはイエティは比較的ね使える方も多いと思うので、一番参考になるパターンじゃないかなと思いますね。まずは、このイエティ戦術で壊していく場合の、鉄板は、グランドオーデンにヒーラーをつけるんですね。こうおで引いて、まあ、一般的に言いますけども、この形で序盤入っていくということが重要です。なんでこれをするかっていうと、まあ、大きく理由が2つあります。1つはクイーンにヒーラーをつける、アーチャークイーンにヒーラーをつけるパターンっていうのは、アーチャークイーンがこういうタイプの村の場合、狙った方向にちゃんと歩いて回ってくれるかどうか分かりにくいという点があるんですね。なんでそういう事故防止、これがまず1点目。2点目は、グランドオーデンのオデヒーっていうのは結構壁の奥側までこう削ることができますよね。なので、こういう、まあ四角い正方形の配置の場合っていうのは結構なんていうんでしょう、壁に囲われたエリアが広いわけですね。なのでなるべくその壁の内側っていうのを序盤にこう壊しておかないと、イエティたちが横から撃たれてしまう。まあ、今回で言ったら、まあ、こういうところですよね。こういうところからこうダメージを撃たれてしまうようなケースっていうのは、できるだけ避けたいわけですよね。なので、それをね、避ける意味でも、こう、グランドウォーデンで序盤なるべく深くまで削っておきたい。まあ、こういうね、意図で使っているというところがあります。で、グランドウォーデンのオデヒーからイエティを一気に突入させていきます。まあ、この時のサイドカットは、それぞれね、自分のやりたい方法でやったらいいと思うんですけども、今回のケースで言うと、しっかりこうね、中心にイエティが入り込んでいってますよね。で、ちょっと見ていってほしいのは、ここをね、イエティで狙っていくんですね。イエティで狙っていく。で、こっちの区画に関しては、ロイヤルチャンピオンを当ててってますよね。プラス、砲火弊社から出てきたオグ、こいつを当てていって壊していくんですね。こういう風に区画を合計で、まあ、9つあった区画を6対3に分割するような、考え方ですね。この考え方で取っていくのが一発目のこのイエティの、アタックのポイントになります。見ていきましょうか。中心部に入ったイエティが壁の一層外側までミニイエティをこう放出しながら、突破していってますね。で、これ結構合理的なんですね。イエティのまあ、が出てくるイエティマイト、ミニイエティって壁を乗り越えていくじゃないですか。で、こういうね、広い壁のエリアを持った区画でも基本的には重要施設、クロスボウとか投石碑っていうのは中心寄りに置かれてるんですね。今回で言えばこういうところですね。こういうところに置かれてるわけですよ。クロスボウとかって。インフィムもそうですよね。なんで、これっていうのは外からは射抜きにくいんだけども、内側からは射抜きやすいわけですよね。わかりますかね、言ってる意味。なので、中央にイエティをこう突入させれば、そいつらがどんどんこのジャンプに乗って奥に進んでいく間に、この壁のね、一層外側の重要施設まで全部こう壊してくれるわけですね。
で、そうなると、怖い説が最後なくなるので、まあ、イエティが全部やられてしまったとしても、こんな感じでですね、危ない、結構危なかったな、ロイヤルチャンピオンとか、ただ、ジャックインとかがこう生き残ってくれると、まあ、いう形になります。まあ、このね、結構広い壁のエリアを持った区画って正直取るの簡単ではないと思うんですよね。今回の三田郷さんも結構これギリギリっちゃギリギリでした。まあ、初見のアタックでこれだけできてるので、決してそのなんて言うんでしょうね、十分さに欠けるわけではないんですけども、三田郷さんでもこれぐらい苦戦するんだなっていうところから、まあこの配置の取りにくさっていうのがまあ伝わってくるのかなという気がまあ僕はちょっとしましたね。はい、ではもう一本イエティ見ていきましょう。2本目はですね、この薬流さんが攻めたアタックになります。ちょっとこれはね、どっちかっていうと9つというよりは6つに近いのかなっていう気がしますが、攻めのまあ構成的には、ね、さっきのパターンによく似ていますので、まあ、このね6つのパターンもまあ結構見かけるので、まあ、見かけた場合これをね参考にしてもらったらいいんじゃないかというふうに思います。で、6つの場合っていうのも、ね、基本攻め方同じですね。グランドウォーデンにヒーラーをつけた、オデヒーという通称、このね、形を序盤作っていきます。狙いはここですよね、ここ。この辺の防衛っていうのを、きっちりとね、グランドウォーデンのオデヒーパートで追っていくということをすることによって、後からイエティを、ここからこう入れていくんですけど、こういう風にね、イエティを。そいつらが横打ちされないんですね、こういうとこからこういう風に。撃たれることを、なくすという形なんですね。で、しっかりとカットをしていきながらイエティを突入させる準備をしていきますね。ただこのグランドウォーデンオデヒーパートでどこまで削るんでしょうね。これ結構深くまでいきますね。まだ、このガーゴイルが、この6紙面カットできてないので、これイエティがまだ突入できないですね。オデヒーパートにこれレイジをかけて、さらにこれグランドウォーデンで、ロイヤルチャンピオンまで倒していこうっていうパターンですね。これすごいな。俺ロイヤルチャンピオンのこの、攻撃反応範囲よりもグランドウォーデンのその攻撃範囲のが広いので、これギリギリですけども、こういう風に、ノーダメージでロイヤルチャンピオンを倒せるんですね。これはちょっと僕知らなかったな。さあ、ですね、6時方面からはキングにネクロマンサーをつけて、こんな形ですね、サイドカットを進めていきます。このコンビ結構いいですよね。話それますけども、ネクロプラス、ワーバニアンキングのサイドカットって結構最近よく見ますし、合理的ですね。スケルトンがキング守ってくれるんで長生きします。突撃機関を使ってこのタウンホールを、狙っていきつつ、イエティたちはまっすぐですね、入ってきたゾーンからこんな感じでゴーッと進んでいきますね。で、まだロイヤルチャンピオンが出てきていません。さあ、どっか出てくるかというとここですね。さっき言ったような感じで、今回は、突撃艦で、最初に、イエティを放出、そいつらでターゲットを取った後、その脇からロイヤルチャンピオンを刺していくという形ですね。イエティはしっかりヒーラーの回復に乗って最後までこう回り切ります。呪文がなくなっていますが、まあ、シングルインフェルノ相手に苦戦はするものの、ヒーラーもついてるんでこれは大丈夫だという形で、1本目の、ミダコグさんのアタックよりもかなり余裕を持った展開になっていますね。これもまたお上手、お上手とか言ってお上手ってなんかなちょっと上品なのか、なんかなんていうか上から目線なのかわからない言い方でしたねすいませんでした、まあ、とにかくですね、こんな形で、イエティでここを見るんですね。ここをイエティで見る、イエティですね、見ておいて、でこちらの残った半分側っていうところに、ロイヤルチャンピオンと、あとは、投下弊社ですね、こいつら、これをゴンと当てていく、まあ、こんなような感じのざっくりね、まあ、ちょっとせっかく言うとこのね3次方面はもうグランドボデのお出入れ壊しましたけども、まあ、そのようなプランニングで、ね、見ていく。今回の場合は、1対1ですね、1対1で村を分割してこういう風に攻めていくっていうパターンですね。ポイントはイエティでとにかく一直線にこう攻めていくんですよ、ガーンと。イエティで一直線に攻めてます。ここに何かあったとしても、こういう風にねもう一つあったとしても、まあ、ミニイエティでこうね、イエティが、血を突破しながら壊してくれるだろうと。で、残ったこっちの反対側に何をぶつけるかっていうことなんですね。ここファットなんですよ。ここに何をぶつけるかがポイントで、基本的にぶつける対象っていうのはですね、ここに関しては、ロイヤルチャンピオンまず4マストですね。あとは、突破兵器、この2つで潰していくんですね。1回目のアタックっていうのは投下兵士プラスホグライダーでした。2回目のアタックっていうのは突撃艦プラスイエティ。とにかくロイヤルチャンピオンと、投下兵士でもないな、突撃艦と違う、突破兵器だよすいません、突破兵器を当てて、このね縦に並んで1区画分、ここっていうのをきっちり潰していくということですね。残りはイエティという感じ。
ね、はい、こんな感じになります。これがまあイエティを使った、こういったね、村の取り方という形になります。もう一個、TH コンプリートさんのアタックから紹介したいのがあります。これを見てください。残念ながらねこれ 99% で終わってしまったんですけども、スーサイドラバルですね。これね難しいだろうって思うかもしれないけど、実はねやってることめちゃくちゃ簡単です。これぜひ覚えておいてほしいなと思ったんですけども、ですね、プランニングちょっと先説明しますね。ごめんなさい、始まっちゃうので簡単にプランを言うと、ここにはロイちゃん当ててくんですね。でもでこっち側には突撃艦当ててきます。でもって、クローンも使ってくのかな、クローンレイジもここにこう当てていく感じね、やってきますね。そうすると何が起こるかっていうと、こことここが壊れますよね。そしたらこういうルートができるの分かりますかね。こういうルートができる。なんでそうしたらここからバルーンを、大量のバルーンをガツンと流していくんですね。すんごい簡単です。これねちょっと正直僕びっくりしました。こんな簡単にいけんのかっていう感じなんで、そんな時にねやっぱポイントになってくるのはバルーンの天敵っていうのがロイヤルチャンピオンと、あとこの、なんだ、投石キーですよね。これをしっかりケアできるかどうかがポイントになるのかなというふうに思います。で今回のケースでいうと、バーバリアンキングとアーチャークイーンって別にそんなに重要なパートとして使ってないんですよね。なのでまあ、一つこっち側は、突撃艦で壊す。で、もう一方、ロイヤルチャンピオンと、今、投石機があったところは、味方のロイちゃん1体で倒しにくい場合っていうのは、もしかしたらここクイーンなんかもね、ポジトで使ってもいいのかもしれないですね。とにかく、スーサイドラバルですね。こいつで、処理するこのテクニックがめちゃくちゃうまかったです。これですね、レイジからのクローンでライドラバルーンを一気に増やし、相手のアーチャークイーンちょっと危なかったんで、ここはフリーズをかけて止めた後にチェーンで破壊という感じですね。さあこれでさっき言ったもうルートが出来上がりましたよね。ここが壊れているので、完全にこういうルートが出来上がっていると、そこにバルーンを通していくんですね。さあ見ていきましょう。こんな感じです。ボン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 と両サイドからバルーンを最初に当てて、これですね、両サイドから最初に当てていって、で最後丸いの舞台を当てていくと、まあ、こんな感じですね。あとは敵もそこに、ヘイスの呪文をポンポンポンと落としていくだけですね。たったこれだけっていう感じ。てかこのアタックってよく見たらアーチャークイーンがいないですね。あれジスさん、もう野良対戦だからっていうんでアチャクイのレベル上げずに行ったんだな。しかもバーバリアンキングレベル26 レベル26か、これやばいな。ヒーローがすごいですね。もう見てた通り、あとはね残ったヘイトと、フリーズを使ってしっかりトームをここでかけて爆破ダメージ回避しながら狙っていくんですけども、見てくださいこれ、キングのレベルが26か、もうアチャクイがいないんですよね。クイーンがいないぞという感じ。これはやばいですね。こんな風にまあ取れるんだっていう感じ。要するに、やっぱ怖いのはトース機器とアーチャークイーン、ロイヤルチャンピオン、こればっかしは、バルーンで処理がどうしてもできないので、そこをね、序盤のヒーロープラス、突破兵器パートで、小走りしていきながら、ドドッとこうルートを作り、残ったルートにバルーンを回していくという形ですね。まあ、イエティもそうなんですけど、無差別攻撃ユニットっていうのは、こういう幅が広い配置には、まあ、ちょっと苦戦する傾向にあるじゃないですか。なんでかっていうと、幅が広ければ広い分、壁の中を伝って進むってことがしにくいんですよね。別の施設に浮気して揃えちゃったりするんで、一方、バルーンでも防衛しか目をくれないので、防衛施設だけをこう追っかけて動いていくという意味では、多少こう幅が広くても、その幅の広さっていうのを、なんていうのかな、実際の広さほどを感じさせない、そういう攻め方につながるっていう点で、防衛施設だけを狙うバルーンは割と合理的だと、まあ、いうことがね、今回のこのディッサーのアタックからも分かりますね。改めて言いますけど、これ、ババキンのレベル26で、アーチャークイーンまでいないというね、まあ、こういった環境下で、まあ、これだけの圧倒的な全開一歩手前劇一歩手前劇っていうか、ね、見せてくれるっていう時点で、まあ、その有用性がよく伝わってくるかというふうに思います。さて、ではですね、ここまでが、TH コンプリーターさんパート。では次、関西クラクラクラブ行ってみましょう。どうぞ。さあでは次、関西クラクラクラブドーン行ってみましょう。さてこれですね、チャンドラーさんのタッグ見ていきたいと思います。今回もね9つに区切られた配信なんですけども、編成は、クイヒーホグと
ということですね。先ほどのディスさんと同様にですね、あのホグライダーだけを使っていくっていうのが、まあ、結構なんていうかな、理にかなうかなっていう気がやっぱりしますよね。そのこういう風に、壁の範囲を広く取った配置っていうのは、ディガホグなんかを使った場合って、回していかなきゃいけないそのルートが広くなっちゃうんで、どうしてもまあユニットが散らばりがちになるんですよね。でそこを散らばらせないようにあえて防衛施設だけを狙っていくホグライダーを使う。どういうことかっていうと、ディガホグ使うとこういうところに反応しちゃうじゃないですか、ディガーが、ね、ディガーがなんですけど、ホグライダーだったら反応しますよね。ここホグはここには行かないので、ここには行かないですよね。ホグライダーは行かないので、唯一反応するのがこれだけっていう感じ。つまり、外側に膨らむリスクがなくなるんですね。なので、ホグライダーだけを使っていく。さっきのリスさんのバルーンも同じですね、防衛だけを狙っていくんで、外側に膨らみにくいので、サイドカットを必要以上にこうしなくても、一気に全開まで持っていくことができるという、ね、点で、こういう幅が広く取られた配置を相手にする場合には非常に理にかなっているかなというふうに思います。でですね、まずアーチャークイーンで、壁の中に入っていきながら、怖いシングルインフェなんかはこう突撃回避で折っていきますね。で、やっぱりですね、タウンホールが外側にあるケースがよくこういう村の場合って、まあ、それなりにあるので、まあ、それケースバイケースです。まあ、ホグで落とすこともいいんですけども、アーチャークイーンでもクイヒで落とすということもどっちでもいいと思いますね。今回のケースで言えば、もうチャンドラさん綺麗に中央にこのホグを入れてってるんで、仮に真ん中にね、こういうところにタウンホールがあったとしても、おそらくそれを、壊しきることができたんじゃないかなと、というように思います。あの、ここまで見てもらってこう分かるようにですね、あんまりホグライダーが散らばってないですよね。あの、これだけ幅が広い村を相手にしてるにもかかわらずですよ。なので、最終覚悟もしっかりこれ、ヒールの呪文をかけてあげる必要がないぐらいのホグライダーで押し切るという形ですね。このヒールも全く持っていらなかったですね。まあ、相手の防衛レベルが結構低かったっちゃ、まあ、低かったんですけども、まあ、その低さっていうところを呪文のおまけをね、こう出すことによって、まあ、なんていうんでしょう、このプランの、良さっていうのをね、証明してくれた、まあ、そんなようなタッグになってるんじゃないかなというふうに思います。いや、綺麗に取れますね、本当に。やっぱり、あの、ディガホグ、私ね、前、ディガホグだけで全部の村をね、こう、相手にするっていうのはリスキーですよっていう動画を上げたと思うんですけども、やっぱりね、そういうのが、こういう幅を広く取った配置を相手にした場合っていうのは、本当顕著に、見れるなというのが、まあ、改めて分かった気がします。ディガホグっていうのは本当に相手のヒーローがいようと、防衛援軍が陸であった場合には残っていようと、それをね、なぎ倒しながら前に進める。しかもちゃんと面を取って進んでくれるんで、ユニットがこう、なんていうんですか、いい箇所に固まったりしちゃって、行ったり来たりしない。まあ、そういうメリットはすごいあるんですけども、逆にこういう広いね、幅の取った配置っていうのを相手にした場合には、ディガホグの場合は今度広がりすぎちゃって、なかなかこう、中にこう寄せていくのが難しかったりします。まあ、そういうところをですね、ちゃんと、ホグライダーだけにすることによって、ルートを限定することができる。というね、まあ、こういう発想、ぜひぜひ参考にしてもらいたいというところかなと思います。まあいいですね。プランの練り方がやっぱすごいなっていう気がします。で、ですね、ラスト見ていきたいのは、これですね、クルミーさんが取ってくれたこのディガホグでもやれないことはないという話ですね。よく見る形の配置、綺麗なここの姿に分かれたこの村なんですけども、クルミーさん、これクイヒーディガホグでやっていってます。どんな形になるのか見ていきましょう。まあ、これもですね、クルミーさんってかなりプレイヤースキルが高い。プレイヤースキルが高いってどういうことかっていうと、絶妙なタイミングで呪文を打ったりユニットを出したりしながら、その場その場の臨機応変な判断を上手にやっていくっていうのを私、まあ、プレイヤースキルが高いって僕はですね、呼ぶようなイメージで思ってるんですけども、それがね、すごい優れた方なんですね。なので、正直ですね、このプラン的には、だいぶ難易度が高いと思います。こういった村を相手にするには。さっき言ったように、ディガホグだと、苦戦する理由がやっぱあるんですよね。なので、成功率っていうのは多分高くはないかもしれないんですけども、それを完全にプレイヤースキルで補ってるなっていう気がします。今のここの、ウォールブレイカーからの侵入ですね、クイヒーで中に入っていくっていうこのパターンっていうのも、
かなり難しいですよね。で、一歩失敗すれば壁の、開けができなくってクイーンが中に入っていかないなんていうねケースも起こり得るんですけども、そういうところをしっかりとフリーズの呪文等々を使いながら、ケアしているというところに、まあ、このクルミーさんのうまさが現れているかなという気がします。で、完全にこれ多分ですね想定外だったと思うんですけども、なんだ、対空砲かすいません、対空砲に思いっきりヒーラーが撃たれちゃって5台中4体がやられてしまいました。で、こういう風になってくると結構ねディガホグ苦戦するんですけども、やっぱこういうところですよね、微妙なこの絶妙なヒールの打ち方とか、投下兵舎とかキングを出すタイミングのうまさですよね、によって、ユニットたちをしっかり中心部にこう運び込んでいる。で、そこにレイジを打つ、トームをかける瞬間のこのタイミングの測り方。これ、トームがですね、うっかり早いと、今、スケルトントラップに捕まっちゃってましたけども、捕まってる間にトームを解けちゃって、このギガインフェルノの爆破ダメージでギガが全部やられると。いうことが全然起こり得るんですが、それを、させないようなギリギリのタイミングで使ってましたよね。こういうところはこのプレイヤースキル高いなっていうふうに、くるみさん思わせるところなんですけども、その後もね、しっかりとヒールレイジを重ね書きして、投石機ですね、こいつらにギガがまとめてやられないようにやられる前にやっちゃおうというね、感じで、押し切っていってます。これは惜しかったですね。ロイちゃんがちょっとあともう少し生き残ってくれたら楽に全開が取れたかもしれないんですけども、だいぶですね削られて最後テスラに焼かれておしまいになってしまったというところですね。ただまあこの後グランドウォーデンがこの後削りをね頑張ってくれました。このウィズ島とですねテスラ、これグランドウォーデンの攻撃範囲の方が圧倒的に広いのでノーダメージでこれ削れちゃうんですね。なんところもあってですね、結果的にはウォーデンの頑張りによって全開まで持ってきたっていうところですね。まあ、時間もギリギリでしたけども、こういう取り方もあると思います。まあ、なんていうでしょう、自画符をすごい使い慣れていて、で、どうしても今言ってるのはね、イエティとか、バルーン、あとはホグライダーを使った戦術での回っていうのが見えないと。まあ、ホグライダーもバルーンもそうなんですけど、しっかりと防衛だけを狙っていくという、まあ、メリットがある反面、アーチャークイーンとか、ロイヤルチャンピオンとかが残ってしまうと、もう完全にそれでもうゲームオーバーに近い状態になってしまうので、そういうね、なかなか今言ってるようなユニットたちが使いにくいというような、配置と出会ってしまった場合には、今回のクルミンさんみたいに、ですね、ディガホグで攻めていくというパターンも全然ありかなとは思います。その時にはやっぱりさっきの、先に説明したイエティ、あとバルーン、ホグライダーよりも多少難易度としては上がるのかなと、個人的には思いますので、でそこに関してはなんとか、乗り切っていけるようにですね、まあ、日頃の鍛錬を出し切るというね、必要があるのかなという気がしますね。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。長くお付き合いいただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。またね、ぜひご視聴いただけると嬉しいです。そしてDH コンプリータさん、関西クラクラクラブそれぞれのクラにもぜひ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 皆様お越しをお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで本日は終わりにいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。